はい、えー、今回は電柱式治療というね、私たちのよく知らない不老所属についてお話しようと思います。吉田さん、音量、グッドになりました。以前と同じぐらいのレベルになりましたので、とっても聞きやすいです。ありがとうございます。で、電柱の、その、使用量ってやつですよね。あの、電柱式治療って言うんですけども、まあ、自分の所有してる土地に、 まあ、送電線とか高圧線のタワーをね、ボーンと立てて、その賃料をいただくっていう仕組みなんですけども、これね、私もね、関わったことがあるんですけども、案外賃料って安いんですよね。だから年収1000万の人がいるとしたら、ちょっと私の考えてるものとは全く別のモデルで、ものすごく特殊なものなのかなと思います。まあ、というのがね、まあ、太陽光の発電事業っていうのに関わって、えー、私がねたすた、たくさんの土地を持っていたときに、その運用を考えていた、 ことがあったんですよ、まあ、その中で結局はコンビニの用地に貸したりとかねそれからショッピングセンターに貸したりとかっていうことに収まったわけですけども、まあ、そもそも田舎の田んぼの土地を買収してそこに、えー、送電線とかをね、えー、引いている方がいらっしゃってその送電線から私たちの持っている土地にソーラーパネルを作ってその送電線につなげて、えー、電気を売るっていうことを考えた時にそのいわゆるね 今日の話題である電柱使用料って言って電力会社が個人の土地とか個人の山にここにあの鉄塔を建てたいんで鉄塔を足しさせてくれとその賃料を払うからって感じであの当然話があるわけですよねでその中で結局その賃貸料ってどうなのかなと電柱式資料ってどのくらい出るのかなって考えた時に実はそんなに高くなくって大体えー 一本あたりっていう計算なんですけども、数百円とか数千円なんですよね。だから年収一千万得てる人がいるとしたら多分、その人以外にもうすでにシェアが取れずにできないのかなというところがありますし、あと相当なね、件数の山を持っているんだろうなと思いますね。そうなってくると、山の維持費っていうのもかかりますんで、 こっちじゃ年収1000万なの,のかもしれません。その番組私も見たんですけどね。結構いいところしか強調されてないなと思ったところがあって、実際にそれを事業にしようとして、うん、まあ、あの、達成できなかった身としてはね、結構経費がかかる割には、あの、あんまりもらえないんですよね。<laughs> 電柱の設置費用っていうだけで。まあでも、ごねてごねて、やめてくださいって言えば値段がつり上がっていく。 こととはあると思いますけどもそうなったらそここを避けてですねこっちに迂回して建てられちゃうんでそもそもそういう交渉がね成り立たないってことがあるんで土地を貸そうとしても放置してる土地だからよその人にわずかな金額であろうとも取られたくないんで妥協する例が多いらしいんですよね。まあですんで実際にあの田んぼのど真ん中にそういった鉄塔を建てさせたりとかっていう例はね当然私の住んでるとこでも結構あって。 多分、鹿児島でもあるんじゃないかなと思いますけども、そんなに儲かる問題はないかなと。だから、年収1000万の方は多分ね、あの、ものすごいたくさん、誘致できたんだろうなというのと、多分、その他にも、もう電気以外にもなんか収入があるんじゃないかなって気がしますよね。うん。まあ、ということを思い出したかなっていうところです。うん。もちろん、その、電柱、敷地料っていうものは、あの、あ昔に関わったんで、ちょっと知ってたんですけども、 どうやってもねその高い収入にはたどり着けなかったかなっていうことであの先に気が付いた人がね先行者利益を得るいい例なのかなと思いましたまあでもその人ってのはそれを専門にやってるのかもしれませんおそらく専門にやってるんですよでも昔から農家をやってる人ってあの電柱の敷地料っていうものを交渉されて一定のね田んぼのある田んぼを潰してそこに電柱を建てるみたいなことにやっぱ加担してきたっていうかねうんだから 農作物よりは儲かんない方が多かったのかな。でも、まあ、なんか国のお役に立てるんだったらみたいなことで参加してきたのかなっていうところが、なんかね、伺えるかなってことですね。なんかそんなことを思い出しましたん、ね、で、ちょっと話に出してみました。いろいろ知ってますね、吉谷さんも。いってらっしゃい。